クローデット・コルベール、1903年9月13日から1996年7月30日は、フランス生まれのアメリカ合衆国の女優。1930年代、40年代にスクリューボール、コメディで人気を博したコメディエイヌ。パリ近郊の三万で似て、フランス人の父親とイギリス人の母親との間に生まれる。父親は銀行家で、彼女が 子供の時に家族でニューヨーク市に引っ越したためフランス語と英語の両方を話すバイリンガルとして育った高校卒業後婦人服店に勤めながらファッションデザイナーを志しアートスクールに通うが劇作家に頼まれ1923年にブロードウェイで舞台デビュー母方の祖母の旧姓コルバートをつけて芸名にした1927年に 力争一挺身でデビューするも作品は全く成功しなかった。もともと映画より舞台に専念したかった彼女はこれが最初で最後の映画になると思ったが大恐慌によって多くの劇場が閉鎖される中映画に活路を見出さざるを得なかった。しかし2年後の女は嘘つきがヒットしコンスタントに映画に出演するようになった。1934年に ある夜の出来事で、クラーク・ゲーブルと共演、自身が勝手に決めた結婚相手を父親に反対され、説得されるも、反発し逃げ出すという、富裕層にありがちである、甘やかされた、自己中心的な霊場役をコミカルに演じ、アカデミー主演女優賞を受賞。1936年には、年収30万ドルを稼ぎ、アメリカで最も高収入の女優の一人となった。 1945年には、所属していた映画会社パラマウントとの契約が切れ、フリーの身となってしばらくは、順調に映画出演が続くが、これまでの勢いは徐々に下落していった。1950年の戦争映画、三人帰るでは、日本人俳優、早川節舟とも共演し商業的に、ヒット、彼女の晩年の代表作の一つとなった。 1950年代後半はテレビ番組でゲスト出演していたが結局ブロードウェイに戻った。1958年の舞台ザマリッチゴーラウンドではトニーショーにノミネートされている。1950年代中盤で映画界を事実上引退した後はマンハッタンのアパートとカリブ海の島国バルバドスの家に住んだ。1987年のテレビ作品 クレンビル家の秘密ではゴールデングローブ賞を受賞しエミー賞にもノミネートされた。92歳で脳卒中のため死去。子供のいなかったコルベールの遺産のほとんどは長年の女友達に与えられた。私生活では2度結婚しているが最初の夫とはハリウッドで同居せず、2番目の夫とは死別するまで同居した。結婚は偽装であり、 実はレズビアンではないかという多くの噂が流れたが、本人は否定した。またクローズアップでは、顔の左からの撮影しか許さなかったことで有名。なお古いソースでは1905年生まれとなっているが、新しいソースでは1903年生まれに、訂正されている。ありがとうございます。